どうしたの？そんなに震えて。ゆかちゃん、そっちは行かない方がいい。下の階ではさっき悪いことが起こった。え？ダメだよ。ゆかちゃん、ゆかちゃん、震えているね。あの、妹の子は？そうだな。可愛い子だよ。体が小さくて、目が大きくて。そうなのですか。髪はショートでね。中学生でね。青いスモックをよく着ていたかな。私、一人で、お兄ちゃん。何を言ってるんだい、ゆかちゃん。君のお兄ちゃんは僕だ。僕の妹は、君だ。ここからは抜け出せない。絶対に、みんな死ぬ。やがて訪れる最後の瞬間まで、僕らは兄弟でいよう。あの、これで。ゆかのハンカチじゃダメかな。君、早く逃げるんだ。でも手当てしないと死んじゃいます。傷抑えてますから頑張ってください。早く離れろ。黒崎、誰にやられたんだ？兄さんの言うこと聞かないか？ビクビク痙攣した。キザミ、やめるんだ！キザミ！もっとガキの自分から死にようとして、俺はやるべきことしてやれなかった。何言ってんだ。俺の親友だったつもりか。お前が俺の味方したこと一度でもあるのかよ。本気で反省してる。
もういいよ。お前死ぬし。で、親友としてしてやれなかったってなんだよ。教えろ。これだ。何でも人のせいにしてんじゃねえよ、弱虫。てめえ。ねえ、さまって、刻み。何にもないぞ。何にもだ。バカが。弱者お前だ、黒崎。気がついたかい、ゆか。もう大丈夫だ、兄さんが守ってやる。強い兄さんが守ってやる。なんだこれ、鍵と理科室。ここで幽霊にむごい殺され方するのは嫌だろう。大丈夫、そんなことさせない。そんな運命から守ってあげるよ。俺が終わらせてあげる、君の小さな命。待て待て、おい。ゆか、待て待て、おい。どこかな。
言うか。開けているくらいじゃないのか。喉が渇いた。まったく、どこまで心配をかけるんだ。マユ、お前は今どうしてる？どんな思いでさまよってる？壊れやすいお前、繊細なお前には俺がついててやらないと。しげに待って。あれ、そっち今日部活はどうするの？どうしたものだろうな。主役選抜のオーディションがある日でしょ？ああ。
だけど、どうせ俺は選ばれない。どうして？私知ってるよ。シゲ兄が一月前から本読み込んで、体育準備室で練習してたの。見せたのか？なんだよ、声かけろよ。真剣だったもの。私ちょっと嬉しくて。だけど俺はやっぱりやめておくよ。どうしてよ、あんなに頑張ってたのに。演技の優劣よりも皆馴れ合いで投票するに決まってるからさ。マユ、お前はまっすぐな人間だから、きっと、育児のないやつと思うかもしれないが、こういうオーディションは実力だけで決まる世界じゃないんだよ。嫌いなんだ。行きたくもないコンパとか行って、愛想笑いするの。まあ、要はみんなに好かれていない俺に、原因があるわけだけれど。私、好きだよ、シゲ兄の演技。キラキラしてピカピカで楽しそうで。だけど嫌ならやめとこ。無理に出ることないもん。私だけは見たもの、シゲ兄のラスコーリニコフ。じゃあ帰ろう。あ、そうだ、クレープ屋さんに寄ってこ。チョコバナナのね、美味しそうなのが新しく出たみたいなの。マユ、俺はマユには俺がついててやらないと、危なっかしくて仕方ない。そう思っていたけれど違うんだ。お前の、マユのその顔に、シゲニって呼んでくれるその声に、俺が救われて、出てきてくれ。お願いだ。一人にしないで。くそ、他人の不幸でも見てないとやってられない。俺はまだマシだ、まだマシ。たくさん集まったな、死体の写真。不思議だ、全部本物なのに作り物にしか見えない。テレビや映画の特撮の死体だって嘘くさく見えるわけだ。これが一番派手だな、保健室前の粉砕死体。すごい、この肉の塊一つ一つが意志があって動いていた。人間だったんだ。死んだ後の世界があるのなら、この子は自分のこんな無様な姿を人に、赤の他人だから。なんだ、着信してるのに、写メ画像のままだ。着信表示も出ていない。お、壊れたかな。見ないで。え？見ないで。え？見ないで。見ないで。私の。内臓。シゲニー。
赤いワンピースの女の子か。私見たかも、その子のね。セイコと一緒にいた時、暗い教室で、斜眼でじっとこっちを見てた。俺も暗い廊下の影から見られていた。なんか私たちを、保健室にあった古い新聞記事にも誘拐殺害事件の被害者の顔写真が載っていたが、その中にあの子もいたんだ。あの女の子の霊が幸子なのは間違いないと思う。だけどこっちの記事の中では殺されずに生きていたって。この事件から生還したのなら成長して大人になってるはずだよね。私たち他の霊たちと一緒に子供の姿のまま、なんか変じゃない？ああ、そこが辻褄の合わないところだが、おそらくこの事件の直後に何らかの要因でやはり命を落としたんだろうな。幸子の霊に会えばこのルポ吉じゃないが、もっといろいろと当時のことがわかるかもな。呪いだかなんだか知らないが、ここからみんなで出るため、この学校を出し抜く鍵が見つかるかもしれない。ユカを見つけたら探してみるか、あの子の霊も。心配。あれから全然ユカちゃんの声が聞こえないもの。なんとか別館へ行かないと。なんかさっきまでの揺れと違う。大丈夫か？捕まってろ、俺に。話すなよ。なんだ、なかなか収まらないな。ナオミ！天井の梁が、サトシ！サトシ！サトシ！トミちゃん、大丈夫？篠崎！篠崎！しっかりしろ！篠崎、大丈夫か？よし。よし、篠崎、大丈夫だ。よし。あ！今のがあの時の出来事です。何のことだ？何か見たのか？この文化人形の声じゃ届かないわけだ。犯人の懺悔、人違いだったんだもの。お前まさか殺害現場でも見せられたのか？そうよ、今私その子と同化して縛られて殺されてきた。こら！その子は悪くない！知りたいと望んだのは私だし。殺人犯は女の子よ。鈴本さんが持っていた古い新聞記事にも顔の写真と名前が載ってた。赤い服の女の子、篠崎幸子。被害者みたいに写ってるけど。
はあ？いやいや、無理だろ。子供にそんな、同じくらいの年の子供をさらってきて、監禁して、なんてよ。ハンマーを持った、あの化け物なら、子供くらいさらったり、縛ったりも、できるんだろうけど。あいつは、ただの協力者よ。幸子にこの子たちが殺されているとき、あいつは部屋の隅で震えていたわ。マジかよ。何を理由に協力していたのかは、わからないけど。伝えなきゃ、持田君に、先生に。ああ。あの空間にいた、奈穂さんですら真実に届いていなかった。早くみんなに知らせないと、本当のことを知る前に、もし無防備に、幸子に接触でもしたら危険だわ。戻らなきゃ、ゆきちゃん、お願い。もう一度あの場所へ、連れて行って。あなたも、他の子たちもみんな、必ず成仏させてあげるから。でも、おすすめは、しません。あなたたちや、他の人たちの今あの空間は、今度戻ったら、もし理性が残っていたとしても、あなたたちをもう一度、ここへ、連れ戻すことはできないと思います。だけど、このまま放っておいたら、みんな、死んじゃうんでしょ？岸沼くん、行こう。みんなを、助けに。ね、持田くんを。わかったよ。俺だって、数少ない連れ。何？何か言った？別に、何も。右には、会っときたかったけど。だったら、サトシさんたちの周りには今もう一つ赤い像もあって。わかった。体を取り戻してもらった私たち3人はそのせいで多重次元のバランスが壊れています。あと足りなかった犯人の懺悔を引き出すには犯人のあの子を、私はもう、心が次に、私を逃げる。とにかく、佐藤、けど、先生と進むと、森島以外は、隅々まで校舎の中を見たと思うけど。考えるしかないわね。最初の教室で、ゆい先生と一緒の時に見た。出会えなかったみんなはきっと飛ばされた次元が違っていたのよ。だから分かってなかったの。いや、ちょっと待てよ。じゃあどうやって犯人のこと伝えんだよ。会えもしない奴らに。ゆきちゃんが今言ってたじゃない、多重空間が乱れてるって。もしかしたら別次元同士の関わり合い方な。もう一度探してみよう。先生を、みんなを。ああ、わかった。本当にわかったの？わかったって。でもよ、あの子供たちの霊じゃないってんだ。無関係の人間を何人もこの空間に呼び寄せて閉じ込めている存在は何者なんだろうな。